直木賞作家でテレビドラマの脚本家としても知られる向田邦子。生まれは東京ですが、父親の転勤で10歳からの2年余りを鹿児島市で過ごしました。書き残したエッセイにはこの頃の生活や思い出も数多く登場し、鹿児島について懐かしいふるさともどきなのだろうと愛を綴っています。今年は向田邦子が航空機事故で亡くなってから40年。鹿児島市では1980年にドラマが放映され、小説にもなった作品アウンの世界を楽しめる企画展が開かれています。ここが目的で来ました、福岡から。生き方がなんか素敵、映像で見てるからあの場面はこれだったんだというようなところがやっぱり分かりますね。同じ場面でも脚本と小説で異なる描写を読み比べ、表現の違いを楽しめます。作品自体はフィクションですが、物語に散りばめられた自身の体験なども知ることができ、向田邦子の人生に思いを馳せることができるのも企画展の魅力です。時代を超えてすごくそのあるがままの相手を受け入れるっていう思いが伝わってくる作品なので、またぜひ実際手に取って読んでいただいて、向田邦子の世界に触れていただけたらなと思います。向田邦子アウンの企画展は来年1月末まで鹿児島市の鹿児島近代文学館で開かれています。